平林初之助謎の女1左手には三浦半島から房総半島の淡い輪郭が海の中に突き出している右手には伊豆半島の東側の海岸線が虚子状に沖へ伸びている正面には大島が水平線に浮いて見え 遥か手前には初島がくっきりと見えるすぐ目の下には熱海駅前の雑踏や小学校のグラウンドに飛び回っている子どもらの声がひばりのさえずるように聞こえる龍之介は M ホテルのテラスの遠いすに背を持たせて体いっぱいに日を浴びて目をつむっていたすぐそばで ホテルのコックがスポンジボールでキャッチボールをしている音が単調に聞こえる1月の末だったけれどポカポカと暖かかったぼんやり目を開いてみるとすぐそばに山野さんが立っていた彼女は22歳の年格好で見たところお嬢さんとも奥さんともつかなんだホテルでも この女が何者かわからないと見えて当たらず触らずに山野さんと呼んでいた今日は暖かいですね。龍之介は慌てて言った本当に暖かですわ。それっきりで会話は終わった両方ともあまり話好きではなかったし別に話をする共通の材料もなかった それで2人は顔を合わせれば5度に1度は決まり文句の挨拶を交わすだけだったそれでも2人ともひどく退屈だったので1日のうちに5度や6度パーラーや玉突き場で顔を合わせぬ日はなかったので1週間余り滞在しているうちに自然に顔なじみになってしまったあなた梅園へいらしてい,いえまだ行きません。 ちょうど今が見頃だそうですわ。そうですかじゃあ見てくるかな龍之介は自然に対してはあまり興味を持っていなかったので梅園などちっとも見たいと思わなかった要するに梅の木がたくさん生えてそれに花が咲いているにすぎんのだと思うとわざわざ見物に行く気は起こらなかったそれにどんなに見に行きたいにしたところで 一人っきりで一人っきりの女を誘うようなことはできないたちだったので小ざなりに独り言のような調子で罰を合わせたのだったいらっしゃるのだったら私もお供させていただきますわそうですね彼には相手の返事が意外だったそれでもひどく退屈だったので誘われてみると パーラーで新聞を隅から隅まで読み返しているよりも外へ出たほがいくらかましなような気がしたじゃあ見てきましょうか2車の中で2人は黙っていた車を降りてからも沈黙が続いた2人は 二三歩間隔を置いて梅林の中を歩いたちょうど盛りですね龍之介は話の糸口を切ってみたそうですよね。答えはそれっきりだった龍之介は不思議な女だと思った大抵の女なら別に美しいと思わないでもこうした場合に「まあすてきですね」とかなんとか 行な言葉を使うものだそれなのにこの女は何か用事でもあって東京のバスへの街でも歩いている時のように無感激なのだちょっとお休みにならなくって10分間ほどで梅林をあらかた一巡してしまったから山野さんは一つのベンチのそばへたどりついていった休みましょう。 お疲れになったでしょう。龍之介はハンカチを出してベンチのほこりを払って席を進めたどうもすみません彼女はぐたりと腰をかけた龍之介も並んで腰をかけた親子の犬がすぐそばのひなたでじゃれついていたねえ志麻さんあたしたちがこうしているところは何と見えるでしょう 彼女はこんな質問をした。そうですね龍之介はちょっと決まりが悪いので口ごもったやっぱりお友達と見えやしないでしょうか夫婦や兄弟にしちゃ他人行儀すぎるし恋人同士にしちゃ年を取りすぎているしでもこれくらい口をきかない夫婦だってあるでしょそりゃあ なないいこともないですけれど。龍之介は返事に困った彼女は手を伸ばして犬の首をなでていた彼女の顔はしばらくのうちに見違えるように明るくなっていた「あなた私お願いがあるんですけれど聞いてくださらない?」彼女は躊躇しながら下を向いたままでいった。 僕にできることなら何でもしますよ。龍之介は若い婦人から物を頼まれることに嬉しさを感じながら言った。どんな失礼なお願いでも許してくださる構いませんとも。何ですかあなた、まだ当分こちらにご登流でいらっしゃいますかええ、まだ十日ばかりいるつもりです。 こちらでなくちゃいけないんでしょうかそんなこともないんですただ急ぎの仕事なんで当分居場所を人に知られたくないんですそうでしたらなおさら都合がいいんですわ私妙なお願いなんですけれどあなたの奥さんにしてどっかへ連れてってくださらないちっともお邪魔にはならないようにしますわ私のことを何にも聞かないで ただ、あなたがどこかにご滞在中だけあなたの奥さんという名前にしてくださればよいのですけれど3龍之介はあまりに意外な相手の言葉を真面目に取りかねたどういうふうに返事をしていいかわからなかっただが相手は真面目だった 出し抜けにこんなお願いをしてきっとびっくりなすったでしょこれには深い事情があるんですのでも今は申し上げられませんわただね私当分姿を隠してなくちゃならないんですの今うちで私のこと一生懸命探しているんですの私偽名してあのホテルに泊まっているんですけれど今も見つかりやしないかと思ってヒヤヒヤしていますのよ それに女一人であんなところにいますといろんな噂を立てられるでしょう。ホテルじゃきっと私のことを横浜の茶部屋の女か何かと思ってるでしょうあなたの奥さんということにしていただければ本当に安心していられるんですけれど龍之介は内心これは面白いヤバンチュールだと思ったしかし おいそれとすぐに引き受けられるような性質の願い事でもなかったいずれにしてももう少し事情を打ち明けてくださらないと彼は少し硬くなって答えたそれが今申し上げられないんですのあんまりわがままですけれどすっかり私を信用してお願いを聞いていただけないでしょうか 龍之介は相手を初めから直角的に信用はしていたそのために別に迷惑がかかるようなことはなかろうと信じていたただ彼の好奇心がもう少し相手の素性を探ってみたくなったのだそりゃ僕はあなたを信用してはいます見ず知らずの僕にこんなことを頼むということは今の悪い人間にはできないことですからね それにあなたはひどく沈んでいらっしゃるけれど時々あなたの顔が青空のように澄みわたって明るくなることがありますよあれは本心の素直な人にでなければ見られない顔ですそれにあなたが僕を信用してくださったんだから僕だってあなたを信用しないわけには行かないじゃありませんかだが僕を信用してくださったついでにもう一歩進めて ほんの少しでも事情をお話しくださるわけにはいきませんか女は心の中で何か相当しているかのように目を宙にしてしばらくためらっていた私あなたのお職業を存じていますのでやっぱり申し上げられませんわああ僕が新聞記者だからですかそれで信用できないとおっしゃるんですか 龍之介は早口に言った彼は相手が自分の職業を知っていたことを少し驚いたというのは彼自身自分の職業を忘れていたからだそして自分の職業を思い出すとこいつことによると報道価値のある材料じゃないかなという考えが同時に頭に浮かんできた秘密を売ることは 新聞記者にとっては不特技ではないんだそして新聞記者としての自覚を持って秘密を探ろうと思ったら相手はたかが一夫人だどんな秘密だって探れないことはないだがと彼は思った相手は自分の職業を知っていて自分にあんなことを頼んできたんだしてみると人間として 相手の信頼に報いるる。義務があるしかし彼の心の内で職業意識と人道意識とが激しく相当を始めた「4」「女はかすかに笑いながら言った」「ええ新聞記者の方はどんなにご自分では秘密を守ろうと思っていらっしゃっても」 つい職業意識に負けてしまうもんですわ。また新聞記者はそうでなくちゃいけないんですもの。じゃあ僕は何もお尋ねしないことにしましょう。そしてあなたのおっしゃる通りにしましょう。しかし夫婦になるって一体どんな風にするんですか龍之介はまだ職業意識を全然放棄したわけではなかった。だが。 虎血にいらずんば虎じを得ずという一か八かの気持ちで降って湧いた奇妙なアバンチュールに身をもって当たってみることにしたさあどうしたらいいんでしょうか「山野さん当分彼女をこう呼び続けてゆくよりほかはない」は一向先の生産はないらしかった。 いずれにしてもあのホテルにいるわけにはいきませんね今まで別々に違った名前で暮らしていて今日から突然実は夫婦だというのは変ですからねそれにあのホテルじゃ僕のことはよく知っていますからそうですわねとにかくあのホテルは住み替えなくちゃそしたら名前はどうしましょうか僕の名前にしましょうか それとも二人とも変えましょうか偽名がわかるとうるさいんじゃないですか私それも心配なんですよ今警察から調べに来たりやしないかと思ってそんなこともないでしょうがそれじゃあ僕の名前はそのままにしといてあなたのお名前だけ変えることにしましょうそうしていただければ何としますかな名前は 子といううのはどうです島美智子といえばありそうな名前じゃありませんかええ名前はどうでも決めてさえいただければそう決まったら今度は行く先ですねどこへ行きましょうそうねここの A ホテルじゃどうですかあそこは私知っているんですのじゃあ鎌倉の K ホテルは あそれでは伊豆の絵のホテルはどうですあそこへも行ったことがありますわそれではいっそ日本の宿屋にしますかなぜか美智子これから彼女をこう呼ぶことにしようは日本の宿屋は気が進まぬらしかったではいっそ東京へ行きましょうか あなたさえお差し使えなければ私それが一番都合がいいんですけれど隠れているには東京が一番いいように思いますわこういう狭いところだとどうしても目につきやすいんですものひょっと知った人に会ったらそれっきりですからでもせっかく温かいところへいらして東京へ戻るんじゃあなたにお気の毒ですわい,いえ僕の方はどうでもいいですよ どううせ頭を使う仕事じゃないんですから。それじゃ少し想像しいけれど M ホテルにしましょう S ホテルや T ホテルだとどうしても人目につきやすいですからじゃあそうお願いいたしますわどうもありがとうございました私本当に救われたような気がしますわ5 じゃあ、ぼつぼつ帰りましょうか。やっぱり暖かいようでも外は寒いですね2人はベンチを立ち上がった2人で並んで歩いている時龍之介はなんだかくすぐったいような妙な感じがした写真屋が写真を勧めたり枝付きのみかんを売っている物売りが「奥さんお土産にいかがです?」。 すすめたりするのを聞いてなんとなくあまったるいような気がした2人は運転手が扉を開けて待っている車の中へ入った車の座席へ座るには以前と違った感覚があった素性も知らない女に名ばかりの夫婦になってくれと頼まれるなんてことが小説でなら知らず現実の世界にありえるだろうか彼は ロマンチックな小説の主人公になったような気がしたそしてこれから先どんな冒険が展開するだろうと考えるとなんとなく心が躍った車が走り出すとしばらく黙っていた美智子が突然言った「夫婦ということになると別々の部屋じゃおかしいでしょうか?」私、 さっきからそのことばかり心配していたんですけれど龍之介もそのことをまだ気づかずにいたが無論夫婦が別々の部屋を取るということはおかしいに決まっているそれでも彼はそれを変だとは言えなかったそうですねおかしいかもしれませんね M ホテルの部屋にはベッドは2つあるんでしょうか そり人の部屋ならベッドは二つありますが。しかし夫婦でない2人の男女がたとえベッドは別になっていても同じ部屋に鍵をかけて寝るということは容易なことではなかったもし美智子が誰かの夫人で2人で同じ部屋にいるところを夫に発見されたら龍之介は今更大変なことを承知してしまったと思った しかし、一旦承知したことを今さら、部屋が同じなら断るというわけにもいかなかった。私、夫婦と言いながら別々の部屋にいちゃ、かえってホテルの人たちの注意を引いて、目をつけられやしないかと思いますわ。それもそうですね。では、構うもんですか。一つ部屋でいいじゃありませんか。あなたさえ承知してくだされば、 私の方はそれに越したことはありませんけれどでも嫌な気持ちがなさるでしょこんなことを女の方からお願いしちゃうお互いに信じ合ってさえいれば何でもないですよ心の内は幸風清潔ですから龍之介はこう言ったものの彼の心中は決して幸福清潔じゃなかった ほんの顔見知りというだけの男女が一つの寝室の中でこれから10日間も生活するのだと考えると何か無事では済みそうにない予感がした車がホテルのポーチに着くと2人はほとんどスレスレに並んでホールへ入っていった6その翌日 美智子は黒いビロードの服を着て龍之介は茶の背広を着て二人は一つの自動車で駅まで着いた二人を乗せた車が出て行った後で玄関先まで送ってきたホテルの若い事務員たちがいまいましそうに言ったち、ッバカにしてるよ昨日一日ですっかり出来やがってやろう、シャーシャーしてどっかへ連れ込む気なんだろう。」 こちらこそいい面の顔さ今月いっぱい500回になるなんてたやつをたった6日でトンビに油揚げをさらわれてしまうなんて俺が初めに睨んだ通りさきっと高頭院梅だよただの女じゃないと思ったさ何のことはない女郎雲が巣を張って待ってたようなもんさそこへあのバカな新聞記者が引っかかったってわけさ 今に骨まにでしゃぶられるだろうそうやくなやくな2二人は東京行きの青切符を買って向かい合った座席を閉めた美智子は帽子を目深かにかぶってうつむきがちで大船あたりまではほとんど黙っていた龍之介もシートの背に上体を持たせて目をつぶっているあなた どんななお仕事をなすっっていらっしゃるの出し抜けに彼女は低い声で尋ねたつまらない仕事ですよ2週間社から暇をもらって「議会野次漫談」という記事を書かされちゃったんですもっとも材料はここへ持ってきてるんでただ書きさえすりゃいいんですがねこう言いながら彼は網棚の上のカバンを指さした あなたが口で言ってくださりゃあたし筆記しますわぼんやりとしてちゃ退屈ですから外へはうっかり出られませんし手伝っていただくほどの仕事じゃないんですよほんとのヨタ原稿で新聞の記事なんてバカにならなきゃ書けませんねヨタさえ書いてりゃ読者にも受けるし読者よりももっと幹部に受けるのですからね どこでもそうですが、新聞社でも一番頭のないのは幹部ですよ。そうでしょうね。今の若い方は大抵頭が進んでますから。ところで、と、龍之介は不意に思い出して言った。僕たちは夫婦という触れ込みにすると、言葉遣いもいくらか変えなきゃいけませんね。例えば、 僕があなたのことを呼ぶ時に美智子さんではあんまり改まりすぎますしあなたが僕のことを島さんと言っちゃおかしいですからねそうねなかなかこれでにわか夫婦の生活にも準備がいりますねどうすることにしましょうかとにかくあなたは僕のことを「ねえ」とか「あなた」とかおっしゃっていただくんですね。 そして第三者に向かって言う必要のある時は「島」と呼び捨てにしていただくんですねあなたは私のことをそうですねみーちゃんじゃあんまり優しすぎるしみちことも言えないしみっちゃんにしますか大好き私みっちゃんという名前それで構いませんかええ じゃ、すっかり打ち合わせは済んだわけですね僕なんだか妙な気がするんですよ急にあなたが他人で亡くなったような一種の親しみを感じますね美智子は笑いながら冗談に言ったそれが恋というものじゃないんですのい,いえ恋とは違うんです龍之介は 相手の冗談をむきになって打ち消したのを後悔した彼の顔は少し赤くなっていた七。市外西大久保七76島龍之介新聞記者三十五歳妻美智子二十八歳 龍之介はスラスラと一息にレジスターしてボーイに案内されて昇降機に乗った8階2人が案内されて通った部屋は正面にランディングデスクがあって中央のテーブルを挟んで粗末な椅子が2脚。部屋の両側の壁寄りに互い違いになって2つのベッドが置いてあったベッドが並んでいなくて まあよかったと龍之介は思った美智子もそう思ったらしかったボーイが美智子の大型のスーツケースと龍之介のかばん等を置いて出てゆくと美智子は一つのベッドの端に腰をかけていった「ベッドが並んでいなくてよかった」とお思いになったでしょうええ龍之介は笑いながら答えた もし並んでたらどうなさるつもりだったのみちこは相手の心の内を見透かしたようにずけずけ言ったそうだったら困っちまったところでしたねそうしたらせっかく並んでるのをわざわざ引きずって一っも話すおつもりじゃなかったのそんなことをしたかもしれませんねだって お互いの気持ちさえ興奮清潔ならベッドが並んでたって構わないじゃないことそうおっしゃったじゃないの昨日龍之介は相手の心理の動きを一歩一歩先回りするような美智子のこうした話し方にへきへきしたこれはかなわんと思ったと同時にその大胆で知性のひらめきのある洗練された会話に ひそかに魅力をも感じたこの女が独身の自由な身だったら彼はこんな女に恋しただろうと思った彼女の彼に対する話し方はほとんど刻々と言っていいくらいに親密の度を加えていっていつの間にかなれなれしいほどになった彼もそれに応じた言葉遣いをしようと思ったが どうもぎこちなくなりがちだった僕あなたを好きになったらどうします龍之介は美智子のほとんど高圧的な言葉に対抗しようと思って相手のどぎもを抜くつもりで言った今だって好いてらっしゃるじゃないの違うかしらそれじゃあもしあなたを恋するようになったら 結構ですわ。わあたし、愛されること大好きですわ。愛してちょうだいね。どうぞ。そうしたら。あなたも僕を愛してくださる。そりゃあわからないわ。神様でなくちゃ。恋愛というものはインスピレーションでしょ？不意に自分でも気のつかないうちに愛しているものなんでしょ。 そうなったら愛しちゃいけないと思ったって防ぎきれるもんじゃないでしょう龍之介はつまらないことを言ったのを恥じたそしてこういう女は愛しないことにしようとひそかに決心したあなた私を怖くなったでしょうきっとそれに違いないわでも 私そんなに怖い女じゃなくったよ龍之介は図星を刺されて本当にこの女が気味悪くなったそして素性も名前も知らない女と奇妙な一時的な同棲生活を送ろうとしている自分を顧みて狐につままれたような気がした8 その夜龍之介はワイシャツ1枚になってベッドに寝転んだまま新聞を読んでいたなんとなく気が落ち着かないで仕事が手につかなかった下の街路では絶えず電車や自動車の騒音がしていた東京駅続きの高架線には列車がしょっちゅう行ったり来たりしていた室内の温度は下肢80度に近く 龍之介は毛糸のシャツを着ていたので肌がじっとり汗ばんだ僕浴衣と着替えてもいいですかあなたもお着替えになったら龍之介は新聞を投げ出して起き上がっていったどうぞ美智子は座ったままタバコをふかしていた彼女はこのホテルに着いてから続けざまに 大っぴらでタバコをふかしていた。あなたもお着替えになって。お休みになったらもう11時過ぎましたよ。龍之介は洋服を脱ぎっぱなしにして、椅子の上へ丸めておいて、ホテルの浴衣を着た。室内の温度はちょうどいい加減だった。あなた？ジェントルマンは毎朝プレスした。パンツだけはお召しになっていただきたいわ。 美智子は龍之介が脱ぎ捨てた衣類を畳みかかった。いいですよ、そのままにしといてくだされば。よくありませんよ。あなたはよくったって、妻の私はよくありませんよ。妻という言葉を聞いたとき、龍之介は柔らかいもので体を包まれるような気がした。実際彼女が彼の脱ぎ捨てた。 くくしゃくしゃゃの衣類を整理しているところはどう見てもカフだった美智子は龍之介の洋服を片づけてしまうと今度は自分のローブを脱ぎ始めた彼女が脱いだローブを乱れ箱の中へ畳んで入れてコンビネーションとシミューズだけになってベッドの端に腰をかけてシルクの靴下を脱いでいるところを彼は目を細く開けて見ていた。 それから彼女は素足にスリッパを履いて化粧鏡の前に立ったそれから彼女は軽快に眉を引いたりルージュをつけたりした龍之介は時々その方を細めで見ないではいられなかった薄いシュミーズの下にふっくりした肉の輪郭が生き生きと動いているのが感じられた 介はなやましくなってめをつぶったしかしめのそこにざんぞうがはっきりとのこっていたなんだかぬらぬらしたものがかれの皮ふのうえにはいまわるようなきがした